そうですね。まあ、僕はでも仕事を通じて楽しむっていうね、その楽しむっていうことなんですけど、僕は山根君の人もそうですけど、その面白おかしく、うん、こういう例えばディズニーランドで面白おかしくね、はいはい、そういう楽しむっていうのは多分僕は仕事を通じてっていうのはあんまりないんじゃないかと思うんですよ。笑ってね、そういうね、面白さもね。でもその何か乗り越えた時の達成感であるとかね、仲間からその評価される何かを差し遂げたとかね、やっぱディズニーランドに行く楽しみとは違う楽しみだと思う。ではね、ここ開放感があふれる中でね、うん、こう心が安らいだり、うん、心身ともにリフレッシュする時間ですけれども、仕事なんかでの楽しみっていうのは、福井さんがおっしゃるように何かをこう目的を持ってそれを達成する。そうですね、あと自己実現とかね、うん、やりがいを感じるとかね、うん、例えば、リスナーさんから、よかったねって言ってもらえるとかね、多分そういう風な時にやりがいを感じる、そういうことが楽しみであって、まあ、ディズニーランドに行くって感じる楽しみも全然また一緒なんですよ。そうですね。で、だから僕は、その、楽しむって言っちゃうのに、まあ、楽しむっていうのはね、すごく、一般的な言葉で使われるんだけども、その楽しむっていう言葉を選んだばかりに、そこに違和感を感じちゃう人もいらっしゃるかもしれないですね。そうなんです。いや、違う言葉だといいのかな。そう、だから楽しむっていうことが言うと、なんかそういうのが誤解を生むんじゃないのっていうことまで感じしますね。僕仕事を通じてやっててね、いわゆるその面白おかしいって感じたことがあんまりないんですよね。心が揺さぶられるような感動とかありますよ、はい、それはあるんですけど、まあ、ディズニーランド、まあ、ディズニーばっかりやるんですけどもディズニーランドはいいところだぞ。ユニバーサルスタジオでやってみるんですけど、それは楽しいじゃないですか。楽しい、楽しい。ワハハでね、でもワハハの楽しみっていうのは一瞬で終わりません。何回も味わえますけどね。まあ、そう、お金がやったら泣けるしね。そうですね。でもなんかやっぱり違うんですよね。それとその楽しみも欲しい時はありますけど、それとは違う。僕の言ってる通りですよね。うん、その自分のプライドに対してチャレンジして、まあ、それがある程度自分で納得感がいくような成果が出せたら、それから得れる喜びとか楽しみっていうことは、やっぱりちょっと違うんですね。喜びとか生きがいみたいな、こっちの方が言葉としては近い。だから僕、真面目でしょ、こういう話の日曜日の朝から聞かせてもらって真面目だから聞かないなんで笑っちゃうんだろう。キラキラの人に聞いたこと、本当硬いな。でも自分をね、こうやって放送の中でお話しながら分析してるところがなかなかこういう視点を持てないですよ。まあ、そうです、そうです。なんか本当にありますね。本当母親が僕に子供の頃からずっと言ってたことが本当思い出されますね。なんか本当にあんた理屈っぽいね、はい、理屈っぽいっていうかあまりここポジティブにね捉えられないけど、ちょっとネガティブなイメージもありますけれど、論理的、論理的、はい、そうですね。まだ引用です。こんな言うと、言うてもこんなことないですからね。それも黒ですよね。そうですね、はい。だから僕は僕とか桃田さんってすごいそういうふうに恵まれててね、好きなことをやってとかね、笑えるのは最高じゃないですか。そうですね、ありがたい。本当ありがたいです。ただ僕ね、このラジオで聞いていただいてるね、多くの方がね、それね、福井さんやからできるやろうと思って、桃田さんやからできるやろうって多分思われる方がいらっしゃると思うんですけど、じゃあ僕はね、うん、本当普通の一般人ですからね。まあ、桃田さんは若干才能はあったかもしれないし、普通の人一つ普通に生まれたとね、いろいろあるかもしれないけど、僕は本当というか本当一般市民やし、別に特別なその才能があったんじゃないですね。なんですかこれ急に。はい、だから私なんてっていうところを払拭するんです。私だからできる、私だからできるんだっていうようにその、まあ、考え方をちょっといきなりね、いきなり私なんてと思ってると私だからできるなんて思えないと。でも何か一つ切り替えることによって、なんかその自分も本当に自分の心の底から楽しいと思えるようなものに出会える、でそれがひょっとしてお金もねもらえれるような道につながるっていうことになるのかもしれない。だから何かやっぱりね、
自分が僕はその起点にあげるんですよ。周りが何かをしてくれたから人生変わるっていうことよりも、自分が考え方なのか行動なのか何かを自分が変えることによって、何か自分の人生がねちょっと変わっていくっていうのに、まあ、そういうふうに捉える方がすごくいいんじゃないのかなと思うし、僕は心のところはそう思いますよね。はい、人を変えることは難しいですけれども、自分が変わる方が早いですもんね。まあ、そうですよね。うちの子供がちっちゃいんですけど、うん、その子供に押し付けるよりも、うん、これ本当大変ですよね。でも自分だって言うじゃないですか。僕の初めにね、父親になったとかね、まあ、そういうふうな子供に言うんだけども、なかなか自分の子供ですら自分の理想を説明するのはね、やっぱり知識結構できない。あんまりないんですよね。そうですよね。明確もあるなと思うね。でも自分はやっぱりある程度、本当にやりたいことだったらば何かうまくできるんじゃないかって言ったら、そういう風なシンプルに考えて、ちょっと踏み出してもらえれば何か見えてくるものがあるんじゃないのかなって思ったりもね。自分もこれから新しい仕事で何のプロになれるんだろうってちょっとね、何でもいいですよ。考えてるコピー取りできるんですね。コピー取りできるかどうか自分のところもいいし、何のプロでいいんですよ。これ周りが決めるんだよ。自分がゴールする、自分が決めて、自分はもう今日からプロだろ、それでプロを目指している自分として、今日の仕事のやり方どうやったんやろうっていうふうに自分で考えてる。周りの評価はもう次のステップです。皆様どうもありがとうございました。よろしくにお住まいのホープさんからメールをいただいて、最近ね、野菜や果物、何でもかんでも甘いよと言ってるんですよね。昔食べたトマトやりんごとか、あのソース大好きなんですよね。私は酸味や甘みがあって、一つ特徴があったのに、本当にそうなんです。ゴーヤ、ウド、メロン、あの苦味があるから美味しいのに、何でもかんでも甘くするのアプリしたいんですよね。まあ、おじさんだから昔のものが好きなのは仕方がないかなというふうにいただいたんですが、これで、年齢を違いということじゃなくて、甘い、糖度が高い、イコール美味しいと、まあ、今多くの消費者が比較しているのは、この甘味、苦味、辛味が特徴なんだからというお野菜や果物の美味しい食べ方を、ね、私は知らないんだと思います。選び方や食べ方をちゃんと伝える、野菜ソムリエの存在、初めてのものであります。